日本東京都西東京市中町中町は東京都西東京市の町名。現行行政地名は中町1丁目から中町6丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は2022-0013。西東京市の中央部に位置する。町域は左下の欠けた三角形の形をしており、北東に東町、南に富士町、南西に 宝野町、北西は泉町に隣接する。時計周りに中町1から6丁目が設置されている。町目ごとの面積、人口と世帯数及び人口密度は以下の通りである。1月1日現在私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は2015年7月1日の工事地下によれば、 中町4の3の25の地点で24万9千円平方メートルとなっている。明治以前には、武蔵国新座城法屋村に属していた、旧法屋市地域である、旧法屋市の中央部に位置することより、なお、町名の案として、中町の他に、壁山町、苗木町、天神町が上がっていた。町域に、鉄道駅はない。ちょうど、西部池袋線と、 西武新宿線の中間にあり、町内各所からの最寄り駅は、西武池袋線放屋駅、または西武新宿線東伏見駅となる。各所から、最寄り駅までおおむね徒歩10から20分程度である。町域内を、西武バス及び花バスが通る。旧田無市との合併前は、旧放屋市の市役所があり、同市の行政の中心地だった。このため、現在でも、 行政関係の施設が多い。AB、平成22年東京特使町村町長、別報告。東京都、2018年1月22日閲覧。AB、人口、世帯数。西東京市。2018年1月15日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年1月15日閲覧。市外局番の一覧。 総務省、2018年1月15日閲覧、私立小中学校通学区域、西東京市、2018年1月15日閲覧、国土交通省地下工事、都道府県地下調査、角川日本地名大辞典13、東京都 P1133 法野町広報第62号1964年7月30日、ありがとうございます。